マック行って読書してゼロ予習してブログやって終わってですけど、常識にとらわれずにですね、まずは行動することで、リスクを背負うものは必ず成長する、これ間違いないと思います。僕もそうだったんですけど、もう本当にリスクを負うことで人間は必ず成長する。なので自ら自分の成長にフォーカスすることを大事にすることですね。